ミカエラ・ローレンは、スウェーデンのプロボクサー、元競泳選手、ストックホルム出身、WBC 女子世界、スーパーウェルター級王者。3歳で水泳を始め、ストックホルム警察のスポーツクラブで練習した後、18歳でネブラスカ大学リンカーン校に留学。2001年に帰国し、アテネオリンピックを目指した。2004年に引退するまで国内選手権16のタイトル、3のスウェーデン記録を手にした。2005年3月、アナボリックステロイド所持容疑で逮捕される。薬物及び銃器所持で実刑判決を受け2006年5月より1年2ヶ月収監された。その期間中、ミッドスウェーデン大学で栄養学と運動科学を学ぶ一方で、フィジカルトレーニングを女性受刑者に対して指導した。出所後、再びアメリカに渡り、サンタモニカでパーソナルトレーナーとして働きながら、プロボクサーを目指す。帰国後の2008年5月に契約を結び、2009年4月デビュー。2010年9月24日、カールスタードにて40歳のアメリカ人、ジル・エメリーを判定で下し、WPBF 世界ウェルター級王座を獲得。10月30日、ドイツのロストックで、世界チャンピオンセシリア・ブレイクフスに挑むが、7回に TKO で敗れる。2014年11月8日、アレクサンドラ・マグドジアクロッペスを判定で破り、WBC 女子世界、スーパーウェルター級王座を獲得した。ありがとうございます。